はいどうもジャケマルです。ということで皆さん、私のチャンネルですね、実は100人サバイバルで青逃げをして裏ステージに行きますよね。で、裏ステージに行って裏逃げをするたんびにですね、左上にある星が溜まっていくはずなんですが、最近ちょっとね、私ジャケマル裏逃げが全くできていない状況だったので、今回はね、100人サバイバルを2000やって頑張って青逃げしつつ、運よく裏ステージに行ければ裏逃げをして星を貯めていきたいと思います。それではね、はい、100人サバイバル2試合やっていきましょう。さあ今回はどんな人とマッチングするんでしょうか、楽しみですね。それじゃあやっていきましょう。はい、ということで、それからですね、私ジェケマル青鬼図鑑の方がね、未だに埋まっていなくて、今回のね、星3レア青鬼ですね、はい、モンスター鬼がね、未だにね、見つかっていないので、そのレア鬼が出現したらいいなって思ったんですが、一発目はこちらね、はい、曜日マップでした。曜日マップだとね、レアスキンはね、出現しないので、ちょっと1試合目は諦めましょう。ただね、この石像を使ってここをね、はい、入り口を封じることによって青鬼をね、閉じ込めることができるんですよ皆さん。なので、ね、その閉じ込めをしていきたいと思いますが、おいマッチョヒロシ、お前、うわもうお前らやばいな、マッチョヒロシ2匹いるぜ。うん、マッチョヒロシが2体いますね。はい、ということで、お前動かすなよ、おいおいマッチョヒロシ、いやーコラーっていうワードがあったら怒りたいなと思ったんですけどね、うん、さすがになかったな。はい、もう一個のね、こちら石像を運んでいきたいと思いますが、やばい、ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ危ねえ、めっちゃ危ねえ、めっちゃ危なかったな。うん、ここでね、石像、うん、ちょっと待って待って、マッチョヒロシ、お前待って、あのマッチョヒロシ俺の石像を持っていくつもりだぞ、あいつ許さねえ、ちょっと石像勝負しようぜ。さあ始まりました、マッチョヒロシ VS ね、ジェケマルのこちらですね、石像運びですね。さあどっちが勝つんでしょうか。さあマッチョヒロシはロッカーの中にですね、こちら石像を置いてしまいました。ああなってしまうと、もうねロッカーを、はい、押し出すことができないので、ここでね、マッチョヒロシリタイアでございます。さあジェケマルはどこまでこの石像をですね、運べることができるんでしょうか。さあここでマッチョヒロシやられましたね、イエーイ、マッチョヒロシやられていく、うわ危ねえ危ねえ危ねえ、ジェケマルヒロシもねやられるとこだった、危ねえ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 、いや俺はねこのね、石像運びに命をかけてるんだ、やめろやめろ、俺の邪魔をするな、俺の邪魔をするな俺の邪魔をするな、石像運びの邪魔をするな、これはお仕事なんだ、俺は YouTuber としてね、これは成し遂げなきゃいけない、うん、どんな状況であろうとこのね石像を最後の最後まで限界まで運んでいくぜ。さあ残り19人になってまいりました。さあこの石像どこまで運べるんでしょうか。あのマッチョヒロシの分もね、俺はね勝たなきゃいけないんだ。さあ誰と勝負しているんでしょうか、まあわかんないんですけどね、うん、勝つってなんやねんって感じするんですけど、危ねえ、よし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 、いいよ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 、危ねえ、よしよし、ここで危ねえ、詰まっちまった、ふざけんなよ、じゃあちょっと戻りましょうか。というかちょっとみんなごめん、今回の動画さ、青逃げをして裏ステージに行って星を貯めるっていう企画なのにもかかわらず、ちょっとふざけすぎちゃったので、次は真剣に行きたいと思います。すいません。それでは100人サバイバル2試合目やっていきましょう。いやー、いつもねー、ああやってふざけちゃうんですよね。今回は必ずね、青逃げしていきたいと思います。さあ雪が降っておりますね。なんか寒い地方はさ、もう雪が降ったっていう風にお話を聞いたんですけど、皆さんが住んでいる場所は雪は降りましたか。多分ね、なんだろうな、九州とかそこら辺の地方は寒くてもう雪が降ったよみたいなね話をリスナーさんから聞いたんですけど、私はねまだね雪を見ておりません。雪も見てないし、あのモンスター鬼、モンスター鬼の雪バージョンもねまだ見てないんですよね。はい、ということで今回この試合だけはね必ず最後ですね、はい、氷のモンスター鬼を見たいと思います。いや、なんて名前なんだろうね、氷モンスター鬼、氷漬けモンスター鬼、なんて言うんでしょうか、極寒モンスター鬼、なんだろうね、写真はね見たことあるんですよ。はい、ということで、図鑑が埋まらないだけなので、ちょっと今回は出現してほしいなと思うんですよね。はい、さあ残り60人になりました。必ず勝っていきたいと思います。最近全然ね動画内でかっこいい姿見せられていないので、はい、必ずこの試合ね、うわお前雪だるまじゃん、ちょっとね
お前じゃないんだよ来てほしいのは。そんなまん丸のさ、お前それ寒くないのかお前氷漬けの青鬼とさ、この雪だるま鬼ってどっちが強いんだろうね。あの氷のキンキンに冷えてるのとこの雪だるま、まあ多分氷の方が強いんだろうな。うん、あの猫鬼、猫背鬼がさ氷漬けになった青鬼の方が強そうな気がするんですが、さあ残り30人切りましたね。これはなぜか青逃げできるような気がします。頑張って青逃げしていきましょう。さあ残り30秒で最後の青鬼ですね、出現しますが、必ずね氷漬けの青鬼、氷漬けのモンスター鬼が出現してほしいなと思いますね。はい、さあここのスイッチもね閉めていきたいと思います。さあ残り7人になりました。青鬼出現までカウントダウン15秒、13 12 11 10。さあ何の青鬼が来るんでしょうか。いや本当にね、もうね氷漬けの青鬼、モンスター鬼が来たらもう泣いて喜びますよ。さあ何の青鬼なんでしょうか、来い。何の青鬼だったんだろう、全然姿見えなかった。うん、さあ何の青鬼だろうな。もう普通のさ青鬼とかだったらもう泣いちゃうよ俺。あのなんかね、あのあったかそうな、うん、普通の青鬼だったら泣いちゃいますが、さあこれはさっき見た青鬼ですね。もう一体の青鬼どこいる。うわ、普通の青鬼やんけあー危ねもうねえ本当に氷の青鬼がさ出たらさ、俺今回のサムネイルの表紙にしようかなと思ったんだけど、普通の青鬼かよ。ガビーンということで、はい頑張ってね、青逃げしていきたいと思います。さあ怖い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 、これをねうまく避けていくのが、はいジェケマルなんですよね。さあうまく避けていきます。いや今のねうまいね避け方がね。さあ残り4人ですね。はい、いやモンスター鬼出なかったらマジで悲しいな。うわ危ね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 、やっぱ欲張りすぎちゃいけないね。あ危ね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 、うわなんだこいつら、超すごいコンビネーションが、うん、この2匹のコンビネーションめっちゃ強いよ。えちょっとやばいな、なんか裏ステージのさ戦時観音鬼よりも強いんだけど、うわ怖い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 、こいつら何こいつら何、この2匹強いよ、この2匹のペアめっちゃ強いんだけど、怖え怖え、俺死にそうになってたわ。さあ残り3人ですね。必ずあのね2匹のペア、氷鬼のペアに、勝っていきたいと思います。雪だるまと普通の青鬼はね、うわうわうわ、もうでも俺勝ったんじゃないこれ、あっはあ最後近づいてさ、ふ雑魚だったなって言おうとしたんですよ、止まったから、止まったからふ雑魚だったなって言おうとしたんですけど、俺が雑魚でした。うわもう最悪だわ本当に、マジ戻りましょうか。はいということで皆さん、あと残りね2日でシーズンが終わってしまうんですが、未だにねこちらの青鬼図鑑の、あれ俺持ってる、あれ氷山鬼見かけたことないけど、どういうことこれ、もしかして出現したけど見れなかったってこと、そういうことか、あ、なんやねん、いや嬉しい、よっしゃよっしゃ氷山鬼ゲットしました皆さん、これは嬉しいな、まさかねどっかで見てはいないんだけどマップに現れてたっぽいですね。はいということでハッピーエンドです、イエーイということで今回は氷山鬼をゲットすることができました。はいということでジェケマルでした、ありがとうございます、またぜひね動画見てください。はい失礼しまーす。